すがに歯ごたえないわね。スミレさん、いやけど結構疲労溜まったかも。そうですよ、足りない人は各自家でレッスンしましょう。はい、気にしちゃダメだよ。クノー先輩、みんなで決めたことだし、もう少しこれでやってみよう。はい、